自由契約選手公示、10月6日、中日ロドリゲス。こちら本日の自由契約選手公示になります。残していても支配下枠を食うだけですし、これは仕方ないのかも。キューバルートはこれがやっぱり怖い。全然知らない人です。うちのロドリゲスかと思ったのに。結局ただ1年棒に振ったことになるのか。1年間棒に振っただけで草でもこれでどこかに移籍できるのか。選択契約書間に合いますか。1年分給料結局もらって貼ったのか。本日自由契約選手に。チャリ自由契約、チャリエルはリリースか違約金とか。結局制限選手の措置は取らないままだった。5年50億とも70億とも言われてる MLB 契約が成就したらたんまり違約金払うんやで。結局1年間枠が1人分無駄になったもよ。バイバイ世界一のダンサーになってくれよな。チャリエルついに正式な公示来たか。チャリエルメンバー脱波。ご視聴ありがとうございました。